長男ただいまフランス帰国中、娘も帰ってきて、久しぶりに賑やかな我が家。フランスに帰ったらパパとお菓子が作りたいと言っていた長男。まず最初にクレンブルレを作りました。おいしいね、おば。ジュリー作ったね。さてこの夜も二人で何やら作り始めました。クレームアングレーズ作り。クレームアングレーズとは一言で言うと液状のカスタードクリーム。牛乳 600ml にバニラエッセンスを少量加えます。そして弱火で温めます。砂糖 80g と黄身4つをよくかき混ぜます。それを先ほどの牛乳と混ぜ合わせます。ボウルに残った黄身と砂糖をヘラできれいにかき集めるパパ。きれい。でこれをジャガジャガ。イライスパレスメロンです。オンオンドファイヤー。オンドファイヤー。C'est pas vraiment d'être rapide. Il faut que ça mélange à chaque fois. C'est ça. Faut pas s'arrêter de mélanger, mais faut pas que ce soit rapide. Pendant combien de temps? Et juste que quand tu vois la mousse là, ouais, faut qu'elle disparaisse. Faut pas mettre à feu fort. Non, faut pas mettre à feu fort, sinon ça brûle. Ah.卵が固まらないように液の温度を保つのがとても重要。調理用の温度計を使うのが確実ですが、パパはこれまでの経験からクリームの状態を見ながらかき混ぜます。ぐる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 。クリームが出来上がるのを待つ間に女子チームは寝てしまいました。しまった、撮影がと思ったらパパが撮影をしてくれていました。メレンゲ作り。卵の白身4つに塩 10g、 砂糖を少し加えよく泡立てます。砂糖 30g を何度かに分けて加えます。C'est juste pour vérifier. Ouais. Tu vois, il faut que les bouts de blanc restent. Et là, c'est bon là? Tu vois, là, ça bouge plus. Donc là, c'est bon. Ok. Tu vois, si les blancs venaient à retomber, c'était pas assez monté. Ah, ok. Tu vois?Mais là, c'est bon là. Là, c'est bon. Ça, c'est beau. 次にメレンゲをお湯に浮かべ火を通します。長男もやってみます。Tu mets dedans. Oh. Oh. Voilà, comme ça. 数分経ったらひっくり返します。Comme ça, je la scoop. Non, non, tu la tournes. Ah. Voilà.Oh, nice. Alors, impressionné? Impressionné. 火が通ったらキッチンペーパーに上げ水を切ります。残りも同じようにすくいます。またメレンゲをお湯の中に落とします。Il faudrait que tu la formes avant de le mettre dedans.それらをひっくり返し、そして引き上げます。ボウルに残ったメレンゲをお湯に入れるパパ。やっぱり手つきが違います。きれい。ひっくり返してラスト。水を切って完成。イエイイエイ。この状態で明日まで冷蔵庫で冷やします。翌日、今日は昼食に夫の母、子供たちの祖母を招きます。そして人が集まった時の定番、
ラクレットを作ります。ラクレットの材料はラクレット用のチーズ、ハム類、そしてジャガイモ以上。今日は古い人参もあったのでこれも加えます。ラクレットの準備、ジャガイモを茹でる以上。フランスでは多くの家庭にラクレットの機械があります。ここにチーズを入れて溶かします。熱を利用して上の鉄板で調理ができるので、ついつい何か焼きたくなります。我が家は野菜やソーセージ、エビやホタテを焼くことが多いです。今回は特別にアジア食材店で見つけた粗挽きウインナーも焼きます。このように準備が簡単で誰でもできるラクレットは若い人のパーティーにももってこいです。今回ラクレットにしたのは、久しぶりに帰ってきた息子のためというより、一人暮らしをしているお母様のためです。一人だとなかなかラクレットとかしないから、このようにお母様が来るときはなるべく一人ではできないことをするようにしています。で、誰も気づいちゃいないけど、さてお母様がいらして、もういきなりラクレットが始まっています。おのおのが好きなものを焼いて、ハムやポテトを皿に盛ります。今はスキーの話をしています。私はぼんやりフランス語を聞きながら自分のチーズの様子を見ています。チーズが溶けたようなのでハムの上にかけます。こちらはパパ。チーズをかけた後はまた次のチーズを溶かします。美味しいけど高カロリー。ちなみにチーズ1枚約80キロカロリーだそうです。テーブルを囲んでみんなでワイワイガヤガヤ、日本のお鍋のような感覚です。ラクレットは準備が簡単で味に失敗がないので嫁は助かります。さてデザートです。昨日作ったメレンゲを持ってきました。まずはクレームアングレーズを器に入れます。これアクロン作ったアングレーズ。アクロン全部作ったんだよ。一方パパはキャラメルを作り始めました。アングレーズソースの上にメレンゲをのせます。こんな感じ。パパは砂糖水をグツグツ。キャラメルがいい色になってきました。ここは直接残りは鉄板に流します。そして冷まします。紙から剥がしメレンゲの上に飾ります。キャラメルをフーフーして冷ます長男。ママークがフーとしてるんですよ。言うと思ったな、お前。最後の飾り付け。わあ、鹿みたい。綺麗やね。わあ、めっちゃ綺麗。完成。これはイルフロッタンと浮島というお菓子です。ふわっとしたメレンゲをクレームアングレーズと一緒につるっといただく。
軽い口当たりのデザートです。食べているシーンはありませんが、みんなで美味しくいただきました。